皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。ネコリンゲーム正直屋のネコリンです。本日はこちらのゲーム、ファイナルギア重装戦記。ついにツイッター様からある新キャラクターと専用機についてのツイートが本日12月6日にされました。まあそのツイートというのを見ていただいたらわかると思うんですけれども、まあ近日公開予定と実装予定ということで、ある登場キャラクターが慕っているお姉様についての情報でした。まあ、そのお姉様というのに関係あるキャラクターが今回私のファイナルギアで助手になっています、こちらのソルベイグなんですけれども、なぜソルベイグがなっているのかというのは声を聞いてくれたらわかるかなと思います。お姉様と知り合ってまだ間もないあなたになど、お姉様のいいところは分かりませんわ、というふうにお姉様のいいところなど分かりませんわとソルベイグが言っている、このお姉様、実は日本版だとまだ実装されていなかったキャラクターになるんですよね。まあこちらのお姉様なんですけれども、実際にパイロットの方で見てみたいと思います。ソルベイグ今 SR まで育ててレベル60で運用してますが、こちら電気ですよね。こちらの方に月フラビアというふうに書いてあるのがお分かりでしょうか。でフラビアなんですけれども、フラビアがまだ教官だった頃にソルベイグはファンになったということで、フラビアにこっぴどく叱られたんだね。その時からフラビアに惚れ込んで付き従っていて、ずっとフラビアの後ついていって、どんなことしても指示して大声で褒めたたえるっていうぐらいフラビア大好きなソルベイグなんですけれども、今回登場するのが、そう、そのソルベイグが愛してやまない、尊敬してやまないフラビア、こちらになります。まあ近日実装予定ということでフラビアなんですけれども、ツイッター様の方から情報をお借りしています。画像もお借りしています。タイプは格闘です。専用機はダークイーグル。このダークイーグルというのがちょっとロボットとかそういうね、機体の時によく使う言葉に逆関節っていうのがあるんですけれども、まあ、人間の関節のちょっと逆側についているっていうのかな、この手とかね、そういったところを逆関節って、私も結構プラモデルとか作って好きなんですけれども、まあ逆関節といったり、ちょっとフォルム的には動物でいうとカンガルーみたいな感じのフォルムというのが一番似つかわしいというか似てるのかなと思うんですけれども、この黒ベースにさ、ちょっとテカったような感じ好きです。まあ色の割合でいうとちょっと黒よりも灰色っていう感じになるんですけれども、あれですよね、ユニコーンのバンシーをちょっと灰色にしたような、全然違いますけど、ちょっと配色的にはまあちょあれ金とかだけどね、ちょっと違いますけれども、ごめんなさい。そんな感じのダークイーグル、かっこいいです。チームヘルパピのリーダーで豪快な性格をしている。かつては帝国フォーグリン学院の天才研究員兼教官、自分の行いに罪悪感を覚えたため学院を離れ研究もやめたということが、今公式ツイッター様からですね、明らかになっている情報になります。まあ、ずっと格闘機がここのとこ出ているというような印象を結構受けるんですけれども、ちょっとどうしようかなって感じですよね。まあエヴァまで持つのがいいか、今回フラビアを狙うかというところは、まあちょっと性能を見ながら言っていきたいと思います。まあこの性能なんですけれども、一応私ね、中国版大陸版の方はやってはいないんですけれども、ちょっと中国版大陸版の方ね、日本でいうウィキみたいな感じのところ、情報まとめサイトがありますので、ちょっとそこから情報をお借りしまして、今回、皆様と一緒に性能の確認というか、まあ、こんな感じの性能、これ引いた方がいいんじゃない、強いんじゃない、俺だったら引くかどうかっていうところ等もね、説明していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。というわけで早速いきたいと思います。 CV は水沢さんがされているそうですね。では早速いきましょう。まずアクティブスキルからいきたいと思います。アクティブスキルなんですけれども、帝国剣術、日本でいうと帝国剣術という名前のそうです。エネルギー消費量は6200ですね。まあ指定したエリアですよね。まあドラッグしてここに撃ちますよっていう感じになるんですけども、そこの指定した敵の全ての敵ですね、範囲内の敵をザン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 という風に
複数回切りつけるんですよ。その切りつけて合計 538% のダメージを与えるというのがまず基本的なスキルになって、そこにさらに10秒間の間にクリティカル確率を 80% 増加させますよというようなものが出てきます。これが専用機になった場合なんですけれども、まあダメージはちょっと伸びます。 598% までダメージは伸びるんですけれども、これが強い、敵を次の5秒間動かせなくするということですよね。まあよくある感じで、イブリン変異体の敵が使ってくるみたいな感じ、食らうと動けなくなるじゃないですか。多分あんな感じだと思うんですけれども、5秒間動かけなくなる、そしてその後の15秒間の間にクリティカル率が 100% 増加というようなスキルになっています。まずこのアクティブの時点で5秒間動けなくするというのはめちゃくちゃ強いと思います。攻撃もできなければ相手は回避行動を取ることもできないと思いますので、攻撃、こちらの強力アタッカーの攻撃を一方的に受ける展開になる、そしてこちらもダメージを受けなくなるというふうになると思います。ちょっとエネルギー消費量6200というのが重たいので、エネルギー回収ができるようなパーツをガンガン装備していないと結構苦しいのかなというふうに思っています。さあ今度次になるんですけれども、アクティブ1の次なんですが、今度はパッシブ1でしたね。パッシブ1なんですけれども、こちらが通常の攻撃がクリティカルヒット、まあ会心ですよね、会心した時に 45% の確率で、その後10秒間の間ダメージが 12% 増加をすることができます。で重ね掛けも可能ですが、最大3回まで重ね掛けすることが可能となっています。これが専用機に乗った場合なんですけれども、先ほどの条件と同様なんですが、その後に5回まで重ね掛けができますよというふうに条件が変わるようになります。まあダメージ 12% 増加というのは、まあ 45% なので、会心攻撃があって、まあクリティカル出るじゃないですか、クリティカルがあった後にさらに 45% を引くので、実際はどんな感じになるのかなっていうのがちょっと気になるところになります。まあ今回のこのダークイーグルですよね、ダークイーグルの攻撃速度がちょっと私持ってないので、やってないのでどの程度かわからないんですけれども、まあだいたい攻撃スピードが速ければ速いほどかなり効果的なパッシブ1なのかなというふうに思っています。5回まで重ね掛けできるのは結構強いかなと思っています。まあ格闘タイプなのでおそらく遅いということはないと思うんですよ。結構格闘タイプの攻撃って早いじゃないですか。なのでそんなに弱いっていうスキルじゃないと思います。逆に攻撃スピードによると思うし、5回まで重ね掛けできるとその分ダメージのアップも計り知れないものになると思うので、個人的に強いと思います。さあ次パッシブ2の説明に行きたいと思います。ではパッシブ2行きたいと思います。こちらなんですけれども、まあ戦闘中のダメージが 15.5% 増加する、そしてエネルギー回収速度が 20% 増加するというのがまず基本的なレベル5のスキルになっています。これが専用機になった場合なんですけれども、戦闘中のダメージ増加は変わりません。ただしクリティカル、またここでクリティカルが出てきますが、クリティカルが発生した場合にはエネルギーの 35% が回復。やばいよね、 35% 回復ってやばいですよね。そしてこれが5秒ごとにトリガーされるということなんですけれども、この 35% 回復っていうのはめちゃくちゃ強いと思っています。え？マジで？っていう感じですよね。まあなので、先ほどちょっとアクティブスキルの説明した際に、まあ消費量6200結構重たいっていう話をしたと思うんですが、こちらのパッシブ2、これをさっさとレベル5にすることによってかなりエネルギー回収が早くなるんですよね。ですので
もし個人的になんですけれども、まずどのスキルからレベル上げるのということになった場合、私はこのパッシブ2から上げていこうかなというふうに思っています。パッシブ1も動けなくするんで普通に強いですし、アクティブも強いし、パッシブ1も強いと思うんですけれども、やはりエネルギー回収を早めた方が強いかなと今現在では思ってますので、こちらパッシブ2をガンガン上げていく予定です。じゃあ、最後の説明に行きます。パッシブ3ですね。こちらは、耐久が 30% 未満の場合にクリティカルダメージが 70% 増加するようになるというふうになっています。これが専用機になった場合なんですけれども、先ほどの耐久値 30% 未満という条件がまずなくなります。じゃあ何になるのという話なんですけれども、まあ、こちら耐久値の耐久力ですよね。この耐久力が 1% 低下するごとにクリティカルダメージが 2% 増加するというものになります。これ、一応この専用のサイトなんですけれども、このサイトには、マックス何パーセントまでクリティカルダメージが増加しますよっていう記載がないんですよね。なので、1% で 2% 増えるっていうことは、まあ、例えば、専用機の前と同じ条件 30% 未満までというふうになると、70% 減るということは 70%×2 の 140% もクリティカルダメージが増加するという状況がマックスの制限がなければ起こり得るんじゃないのかなというところがちょっと今気になっています。これどうなんでしょうね。ちょっと気になるよね。まあおそらく書いてないので乗るんじゃないのかなというふうに思うんですけれども、ちょっと検証が必要かなというふうに思っています。実装したらぜひとも手に入れてやってみたいですよね。誓いをした場合の効果なんですけれども、まあ、追加でクリティカルダメージが 20% 入ります。まあ、汎用アイテムや宝石などがお好きなようです。パイロットの性質は知恵ですね。で、コアの取得が 2% 増加するというデフォルトの才能を持っているそうです。こちらダークイーグルのセット効果なんですけれども、セット2の場合が、ダメージが 5% 増加、4つの場合はクリティカル確率が 5% 増加というものが、こちらの公式サイト様からだと書いてあるというふうになっています。いやー、かっこいいし、スキル先ほど説明させていただきましたが、個人的には格闘の中でもかなり強い部類に入るんじゃないのかなというふうに思っています。まあ、格闘といってもね、単体攻撃の強い大使やと、あと全体攻撃のできる小林団子、そして今回範囲攻撃で敵の動きを止めることのできるこちらフラビアという感じで、まあ、有名な格闘系の中でもかなり、なんというかな、まあ、差別化、区別化できる感じのキャラクター性能になっているかなというふうに思っています。もうこれだけでもさ、個人的にいいよね。俺こういう性能好きなんですよ。自分の機体が傷つけば傷つくほどダメージを発揮する、まあ、スーパーロボット対戦でいうような、まあ、底力みたいなね、まあ、底力は若干ちょっと耐久力アップとかそっちの方なので若干違うんですけれども、こういう特殊技能底力を持っているようなスキルの解説は私めちゃくちゃ好きです。まあ、見た目ももちろん好きですし、いやー、これ欲しいな、欲しいなというのが今思ってます。まあね、エヴァイベントが来る予定になってますので、そこをめがけて石を貯めるかどうか、まあ、本当にエヴァガチャがエヴァチケットを貯めて回すタイプだけならいいんですけど、万が一石を使うってなった場合にやっぱり貯めておかないと大変なことになっちゃうので、まあ、2週間あるので2週間で頑張って貯めれるかどうかというところになるかなと思います。ただ現状もストーリー等で貯めることができないので、ストーリーの追加が来ない限りはデイリーとか、まあ、はたまた課金かで貯めることになるので、ちょっと考える必要もあるのかなと思っています。まあ、個人的になんですけれども、チームって4チーム作れるじゃないですか。4チーム作って
その4チームに好きなキャラクターで編成するのはいいんですけれども、若干イブリン編で4チーム同時運用した以外であんまり使うところがないので、そちらの方も兼ねて兼ねて実装を待ってます。1ファンからの待ってますというご要望も添えて最後にしたいと思います。それではグラビアの紹介をさせていただきましたので、最後はソルベイグに喋っていただいて終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンをぜひぜひよろしくお願いいたします。今後もファイナルギアやっていこうと思いますので、動画もアップしていきたいと思います。それでは今回はここまでです。また別の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、さようなら。まったね。チャンネル登録お願いします。お姉様のいいところなら一日中語っても語り尽くせませんわ。